エルヌル・フュセーノフとサミル・ジャバドザで、ベオグラードで行われた2008年大会にて、アゼルバイジャンのユーロビジョンソングコンテストでは、アゼルバイジャンにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。アゼルバイジャンでは、エクティマイテレビソーアが欧州放送連合に加盟した後、2008年大会で初めてユーロビジョンソングコンテストに参加した。TV は、 同大会のアゼルバイジャンでの放送を担当する。アゼルバイジャンでは別の放送局アズトブが2007年大会への参加を希望したが、欧州放送連合は、アズトブが同連合のメンバーではないことを理由に、これを認めなかった。アズトブは、アゼルバイジャン政府と近すぎることを理由に2007年6月18日に、欧州放送連合への加盟を拒絶された。7月5日、 TV が欧州放送連合の正式会員となり、10月15日には欧州放送連合での活動が認められた。アゼルバイジャンはザカフカースの国としては最も遅れて大会への初参加を果たした。アルメニアは2006年大会から、グルジアは2007年大会から参加している。アゼルバイジャンは2008年大会では準決勝を突破して決勝に進み、 132ポイントを集めて8位となった。次2009年大会では、アイセル・テームルザデとアーラシュが、楽曲、オールウェイズで参加した。彼らは準決勝を2位で通過し、決勝ではアイスランドに、僅差で敗れて3位の好成績を残した。2011年5月14日、2011年大会のアゼルバイジャン代表、エルダルガスモフトニガルジャマルの楽曲、 ランニングスケアドが優勝し、2012年大会の主催国となることが決まった。アゼルバイジャンから高得点が送られた国々、アゼルバイジャンに高得点を送った国々、出展中、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。2006年、アゼルバイジャンのマスメディアは、ユーロビジョン公式サイトで、アルメニア代表のアンドレの出身地が、 ナゴルノカラバフとなっていることを非難した。ナゴルノカラバフは法的にはアゼルバイジャンの領土でありながらアルメニアが実効支配しアルメニア人による傀儡国家が作られている。またアンドレが生まれた1979年当時は名実ともにアゼルバイジャン領であった。結果としてウェブサイトからはアンドレの出身地の情報は削除された。 2009年5月12日、2009年大会の準決勝でアルメニア代表であるインガーアヌシュの演技の導入文に流されたビデオクリップの中でアルメニア国内のものと共にナゴルノカラバフにある我らの山記念碑が映っていた。アゼルバイジャンのマスメディアの代表者たちは大会主催者に対してこれを修正するよう求めた。 その結果、5月16日の決勝では、我らの山記念碑が映像から取り除かれた。アルメニア公共放送はこれに対する応報として、決勝大会でのアルメニアからの得点をモスクワに伝える際、背景に大きく、我らの山記念碑を映し出した。また、アルメニアからの得点を発表するシルショが手に持っていたボードにも記念碑の写真がついており、 これを何度か見せていた。2009年大会が終わった後、ベラルーシのメディアが、ユーロビジョン大会での不正行為の疑いに関する報道をした。その中では、何者かが、ベラルーシの学生らに金を払い、アゼルバイジャンへの投票を求めたこと、さらに、10台のバスを使って、彼らをベラルーシとリトアニアの国境へと移送したこと、そのコストは合計で500万ルーブルに、 登るであろうことが報じられている。彼らは、ベラルーシのシムカードを使って、ベラルーシからアゼルバイジャンに投票し、その後リトアニアのシムカードを受け取って、リトアニアからアゼルバイジャンに投票した。アゼルバイジャンの楽曲、Always は、ベラルーシから10点、リトアニアから5点の高得点を受けている。しかし、ベラルーシのアゼルバイジャン人ディアスポラの代表者、ナティク・バギロフは、 このような動きについて何も知らず、また、ベラルーシのユーロビジョン審査員であるシルヘ・マラニスキーは、ベラルーシからの退去しての国境越えの事実性について、疑問を呈し、愚かな噂に過ぎないとした。ありがとうございます。